ジュアン・ウローイ・フローレンサは、スペイン・リエイダ出身の生科学者。ウローの研究は、生命の起源を理解するのに重要であった。アポロ計画やバイキング計画など、アメリカ航空宇宙局が行った、いくつかのミッションに参加した。1986年には、生命の起源の分野における貢献が評価され、国際生命の起源学会によって、オパーリンメダルが授与された。 1923年10月26日に、リエイダ県、リエイダに生まれた。5人兄弟姉妹のバッシュであり、4人の姉がいる。1936年から1939年に起こったスペイン内戦の影響で、高校卒業は1941年まで遅れた。バルセロナ大学で生科学を学び、1947年に科学の学位を得た。 当時のスペイン学術会は科学分野の研究の質が低かった。卒業後には故郷のリエイダに戻り、科学者として生計を立てようとしたが失敗したため、父親のパン屋で3年間働いてお金を稼いだ。1948年にはフランセスカ・フルテサと結婚し、長女マリア・エレーナ、長男・ジュアン、次男・ジャウマの3人の子が生まれた。 バルセロナにあった北米研究所を通じて、アメリカ合衆国にある50以上の大学に手紙を送り、返信があった4大学の中から、ヒューストンのライス研究所への入学を決めた。パスクアル・マラガイ州首相から、サンジョルディ十字勲章を授かるウロウ、ムンセック天文台にある、ウロウ望遠鏡1952年に祭祀とともに、アメリカ合衆国に移り住み、 アメリカでは産卵デビットが生まれている。1956年にはベーラー医科大学で生科学の博士号を取得し、1956年から1958年にはヒューストン大学でアシスタントプロフェッサーとして、1958年から1963年には准教授として働き、1963年には正教授となった。 ヒューストン大学では生科学科と生物物理学科を創設して監督した。1960年代からはアメリカ航空宇宙局が行ったバイキング計画に参加。ウローの仕事は火星の土壌のサンプルを分析するのに不可欠であり、火星に生命が存在した可能性があるという初期の提言に疑問を呈した。1975年のフランコ独裁政権集結後、 1980年から1981年には、カタルーニャ自治州議会議員を務めた。アメリカ合衆国における多くの計画や委員会の科学顧問を務め、その中には、国際宇宙ステーションや将来的な火星探査ミッションなども含まれていた。リエイダ県のムンセック山地にある、ムンセック天文台には、ウロウ望遠鏡と名付けられた望遠鏡がある。 2003年6月23日819から32003号をお礼により、2003年には、うロう伯尺の称号を得た。2004年には、カタルーニア州政府メダルを授与された。2004年9月2日、バルセロナで死去した。ありがとうございます。